はーい、こんにゃーす。レトルトと申します。す。48実況プレイ始めていきたいと思います。えー、大作家その3裏ですね。えー、た今回山梨県も緑色になる、えー、じゃないかな。ということでもほとんどシナリオが、えー、ないですが、えー、48完結に向けて今日も頑張っていきましょう。えーと、エンディングは45、ん ?567。えー、567をちょっと今回は回収だね。 で、ちょっと、えー、前回、まあ、なんか、えー、いろいろ分岐あったんだけど、分岐の最後の方までちょっと飛びましょうか。えーっと、日本男地、えー、日本男児の正しい接待とはどんなものだ、えー、前回はこの酒を組み交わすルートを言ったんだけど、他にあるはずだで、えー、残り3つのエンディングを回収できるらしいですね。 いやいや、酒を組み交わすなんて、処方中の処方。つい先生には大いに喜んでいただきたい。そうなると、そもそもね、俺は酒が飲めません。えー、作品のネタを提供するご奉仕活動。これはもしかして、これはちょっととっておきかもしれないな。作品のネタを提供しましょう。自ら作品のネタを提供するって若干危ないよな。そうだ、次回作のネタ提供なんてどうだろうか。 うまく面白いネタを提供して気に入っていただけたら、それをもとに、辻先生が作品を作られるかもしれない。そうすると、原案ばっかとあるかと作品の後書きには、僕との今日の出来事が書かれたりそういうのは嬉しいな。まさかファミツーで辻先生のコーナーを連載とか。<laughs> ファミツーとさ、辻先生の関係性が少なすぎないかいやいや、心底気に入っていただけたら、 今後も気軽に会って個人的なお付き合いが始まり、酒を組み交わす仲になってしまったりそうだ、なんて素晴らしいんだよし何か、何かないか考えてみようよっぽど好きなんだな。<laughs> 顔。そうだなぁ。つい先生のファンからすれば、どんなものが作品となったら面白いかな例えばそう。例えば本当にあったことを元に書かれた作品はどうだろうか。本当にあった怖い話みたいな。先生は作品を極めるために、 廃鉄物を食そうとされたほどリアリティを追求する偉大なお、お方だ。<laughs> すげえな、それは。真実と虚像の狭間を微妙なラインで漂う世界観に読者は酔いしれるのだ。まあ、実際この本物のつい先生というか、現実の、えー、リアルワールドにいるつい先生もこういうね、なんて言うんだろう。すげえ方というか、 結構なんか、とんでもないこともしでかすぐらいの、えー、方らしいけど。そうだ先生のいないなる海に、自ら飛び込み、このバカタールカト自らの体験を題材としてもらいたい。ならば、どんな体験を提供させていただくか、えー、僕は頭の中で、何を話したら、つい先生が喜んでくれるか考えながら、襖が開く時を心待ちにしていた。一体何をしでかそうと言うんだしばらくすると、襖が開かれた。つじ先生の登場かと一瞬緊張したが、あー、これは同じかな なんかとんでもないことしてかしそうで嫌なんだけど。うん。夜になってしまうと。まあ、いつもだね。そうですか。辻先生ほどの方です。大丈夫です。私はいつまでもお待ちしますよ。長引くことは役割ることと。先生は結局今回のルート会えんのかな結局なんかグッドエンドみたいなルートは前回に見た感じするからね。止まる。 は、待てよ。先生は僕を試してるのかもしれない。僕はこの仕事をいただいてからも、つい先生のファンだということを隠していなかった。それだったら僕がどれだけのファンなのか、試してくるという可能性はないだろうか。可能性はゼロじゃない。十分に考えられるはずなしだ。まあ、実際天井に隠れたりしてるレベルだもんな突然現れるしな。昼間散々考えた、つい先生を喜ばせようプランが役立つじゃないか。そうだ、昼間考えたプランは、ああ、ネタ提供だね。はい。 そう。新作のネタ提供だった。さて、昼間も考えたネタ提供だが、どうしようか。どんな話だったら、辻先生は喜んでくれるだろうか。なんか、殺人を犯す僕を見て、ネタを作ってくださいよ、みたいな感じになんないだろうな。狂い出すみたいな。動物感動。えー、グリーンイグアナの太郎と僕。可愛かったな、太郎。あ、そういうのあるんだ。それとも過去にあった、辛い失恋の話がいいだろうか。う、思い出しただけでも悲しくなって。いや、泣いてる暇はない。 こんなんでは生ぬるいか出たそれだったら本当にあった殺人とかはどうだろうかそうだ。僕は先生の書く推理物も大好きだ。ぜひ書いてもらうならサスペンスになりそうなものがいい。よしよし。これで方向性は決定したぞ。え決定したいが、殺人事件か。 推理物なら人を殺す動機。人間関係とかどうやってアリバイを残して殺人を成し遂げたのか。そのアリバイを崩すところに魅力があるんだよな。まあそうだね。犯人はお前だのとこがいいからね。どうするか。僕は逮捕歴なんてないしな。ましてや殺人なんて。殺人犯の友達も身内も、えー、こうか不幸かいないし。でもなんとしても、つい先生の役に立ちたい。もう、これ予想通りのやつだよ、これ。役に立ちたい。 フィクションじゃダメだ真実を織り交ぜて殺人サスペンス殺しの動機アリバイ崩し本当の殺人鬼ああそうかはいこれはもう間違いないね誰が殺されるんだろうおかみさんかな誰だろういやはははやっぱり加藤様お呼びでございますか こんな時間にすみません。ちょっと露天風呂のシャワーが壊れちゃったみたいなんです。いえいえ、こちらの不備で申し訳ございません。今すぐ調べますので。この下は無事に済むと思ってたんだかなお願いします。どのルートでも死んでなかったもんな。露天風呂だ、すごい。このシャワーね、あら、おかしいわね。どうですか ああ、加藤様。今は普通に出るみたいですよ。あれ、おかしいなぁ。さっきは全然お湯が出なかったんですよね。そうですか。もう少し調べてみますね。よろしくお願いします。よい,いよ <laughs> あれこの声は。きゃーきゃだ、あだの人じゃん。 カ藤様、いきなり、なに、ガボンあ、水にか。うわーひどいとんでもないことしでかすな。最低、ファミツ買うのやめます。<laughs> さーて、どれぐらいで人って死ぬんだろうな。あ,あ、離れのカ藤ですが、シャワーの出が悪いので人をよこしてほしいって言ったんですけど、まだ人が来ないんですけど、どうなってますか これはすいません。今から指揮伺います。お待ちしてますよ。早く来てね。うふうふうふう。<laughs> どうするつもりだ、これ。もう一人殺すみたいなあ、先生。すっかり遅くなってしまった。あ、秘書の今日はこのまま休まれて、明日加藤編集長とお会いになりますか そうだなんなんだ騒がしいなえっこんな時間なのにななんだあの男うわあえ <laughs>、うん、刃物って切れ味悪くなるの早いなやっぱり肉切り棒状とかの方がいいのかな怖えな <laughs> <わ> <laughs> ああ筒井先生 はあやっとお会いできました。いやー嬉しいです。感動です。本当に恐怖だろうな。腰抜かすわ、俺だったら。誰だね、君は先生、ここは逃げた方が、口から波動砲出そう。<laughs> そんな逃げないでくださいよ、先生。やっと先生にお会いできたんですから。顔の血どこ行ったし。 ああ、そういえば申し遅れました。僕、ファミツ編集部の加藤です。加藤編集長バカなこと言うな。編集長ともあろう者が刃物を持って血まみれになってこんな夜中に浴衣をはたけてロビーを徘徊してるわけではなかろうが。セリフが悠長なんだよな。<laughs> やだな。本当にバカタール加藤ですって。 確か名刺が。ああ、ダメだ。こんなところにまで血がついてる。どうしたら信じてもらえますかね僕ね、辻井先生のお役に立ちたいんですよ。そのために人を殺してですね、その時の状況とか、心理とか、こと細かくお伝えして、さらなる力作をものにしてたこいただこうと考えた次第であります。信じてもらえませんかねうーん、まだ経験が足りないのかなあ、そうだ。もう、2、3人殺してきますから、今しばらくお待ちください。いや、もう本物のサイコパスやな、これは。 48、史上、なんだろう。何ベスト3ぐらいに入るサイコパスプリやな。それで、彼は何と言ってるんだね。警察の話によると、先生の新作のネタを提供したくて、殺人に犯したと言ってるそうです。<laughs> こんなのが報道に乗ったら、つい安高のさ、なんか名誉も、地位もね、た、き落とされそうだな。本当にそれだけの理由で、若お上をはじめ、何人もの人を殺したというのか 死刑。本人の言い分だとそうなります。そんな感勘うわー恐ろしい。はははは。いや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 。つつい先生が好きなんです。大好きなんです。だから先生のために何かしたくて。だから、だから。果たして、バカタール加藤の 無茶苦茶な行動が生かされたのか。その答えは、次なるついたかの新作を待たねばなるまい。<laughs> もう次出せないだろ、こんなあったら。うわいやー、でも面白い話だったけど、これ多分一番のバッドエンドだな自らが作品のネタを、なんか提供してしまうというか、作品のネタになっちゃうっていう話だったね。じゃあ残り2個、えー、見ていきましょう。 はい。じゃあ、ご奉仕活動の方で行きましょう。これはなんか、ほもほもしい展開にならないと、いいけど。奉仕活動とは、崇高なる愛の形。だから、一口に奉仕活動と言っても、どうしたものだろうか。日本男児にふさわしい奉仕活動。日本男児。奉仕活動。日本男児。奉仕活動。男 <laughs> 児奉,奉仕とかにならないだろうな。結局、そういう形に。は、そ、そうだ日本男児の奉仕活動と言ったら、もはやこれしかない。 日本男子の奉仕活動ってなんだえ、なに背中を流すとか僕は頭の中で思いついた奉仕活動の段取りを考えながら襖が開く時を心待ちにしていた。バカタール加藤も心の中に闇があることが分かったからなまあ、とりあえずこれで飛ばして、もう一回選択肢がさっきみたいにあるね。これきっと。えー、奉仕活動さあどうなるふん。<laughs> そう奉仕活動だふふふ実はもう日本の勇者正しきご奉仕の仕方は考えてあるんだよ。日本、あ戦国の武将たちも愛した高貴なたしなみ。つ先生、不祥バカたあるかと、あなたのため人は札、人肌脱がせていただきます。な、んかわらじを温めるとかかなに、戦国武将とかそう考えると、まあ、ね、秀吉のそういう織田信長の、 温めることとか思い出すけど。ドキドキするなー早くいらしてください。僕は先生がやってくるのを心待ちにした。僕を試しているなら夜中の訪問があったっておかしくはない。それに今日はダメでも明日がある。いついかなる時もおいても、もてなしの心を秘め、いついかなる事態にも対応できるように用意しておくことが大切だ。本当につい先生がこんなに真夜中にいらしたらどうしようか。鼓動の音がうるさく、あこれまた上か上パターンのやつか、物音に。 反応して、素早く動くことができたのだ。天井裏パターン。このくせ者めお力いっぱい投げた。先生の小説を投げるな。その威力は野球で言ったら200キロ級の合速球だったのに違いない。今すぐやめるべきだな、編集者、編集者を。あー、落ちてくるパターンだ。た <laughs> 噛んだぐらいの声だな。あ 僕と辻築先生の神聖な場所になるはずの離れに入り込むとは何とも不届き千番なやつだとっちめて警察に突き出してやる不届き者の顔がもっと近づくと僕,僕と不届き者は違う意味で凍りついたつ都先生ああこれも前回と似てるね君は一体何をしてるんだあの顔だどうやら僕の格好に驚いてるようだった さす <laughs> がはつじ先生。単純に入り口を使わずに天井からのご登場の予定でしたか。すいません、全然気づきませんでした。えどんな格好なのき、君はいつもそんな格好で寝てるのかえあー、とんでもありません。これは先生をおもてなししようと思いまして。おもてなし 竹川クリステルもびっくり。<laughs> 古来より男が男をもてなすのは高貴な足しのたです。僕は憧れのつい先生のためだったら一肌も一肌も脱がせていただきます。さあ、つい先生、いろいろと順番は狂ってしまいましたが僕は気にしません。今からたっぷりとご奉仕させていただきます。最初は状況が飲み込めていなかったつい先生だが、どうやら僕が言っていることの意味を理解してくれたらしい。 と、とりあえず服を着なさい。ははははは。私はその手の趣味はない。せっかくのもてなしだが、通心でお断りさせていただく。ははは。裸なんかい何をおっしゃいますかコースをしっかり、武将をしっかり、歴代の男たちが楽しんできた営みを。さあ、先生ははは。僕がドキドキと差し出した手を、つい先生は払いのけると今へと逃げてしまった。その後ろ姿が何とも愛おしい。 ハハ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 もうアンガールズ田中ぐらいのものになってきてる。先生は恥ずかしがっておられるのだ。ここはとことん追わねばなる前先生に恥をかかせるわけにはいかないのだ。おい <laughs> お待ちになってください、つい先生もしかして布団ではなく、机の上が良かったんですかなんだそれく、来るなぁ つい先生はまるで、コマネズミのように僕の手をすり抜け、備えに、えぇ、ー、離れに備え付きの露天風呂へと逃げていった。いけませんよ、そこは。なるほど、そういうことでしたか。<laughs> ガッテン承知の助、机じゃなくて風呂でですか。僕は先生が喜んでくれるなら、どこまでもお供させていただきます。<laughs> かわいそう。<laughs> こんなご高齢なのに。<laughs> 来るなと言ってるのだろうが、お前の頭には虫が湧いてるのか。 そう、サンブラ茶飲んだんだよ。窓を開け放ち、つい先生は暗い庭へと行ってしまった。<laughs> そうですか。野外がお好みでしたか。先生、どこまででもついていきます。僕は素足で庭の土を踏みしめた。素肌に当たる夜風が何とも心地よい。今、僕は風になる。つつい先生 <laughs> 来るな、この変態 <laughs> 翌日、このことが新聞に載ったとか載らなかったとか。 その後、僕とつい先生がどうなったのかは、僕とつい先生だけの秘密である <laughs>。かわいそう <laughs>。いやー、なんだろう、さっきのもう悲劇だったけど、こっちも悲劇だね。もう、なんだ、あの、なんていうの、ファミツーのさ、犯人は誰だのシナリオ、バカタール加藤じゃなかったけども、バカタール加藤でもよかったね。あいつ捕まえときゃいいみたいなとこあったわ。はい、ということで、えー、最後、もう大作家、 大作家自体がもう最後ですよ。あの長きにわたった大作家が、えー、最後ですね。じゃあ、行きましょうはい。えー、ここまで来ました。えー、今回はご号師活動を選んだ後に作品のネタ提供を選ぶっていう、そのなんかミックス形式だね。えー、<laughs> もうこのルートに来た段階でもう二つともバットだったからな。さあ、次は作品のネタ提供。バラバラ選ぶと。 プランと違うけどね。え、あれそうだっけ僕昼間そんなこと考えてたっけあれあれあれ片方は殺人、片方はホモふふふ。<laughs> そのもう最後は何なんだろうな。僕は一晩中あれを連発し続けたが、明確な回答が出てこない。あれあれあれああダメルートか。ダメルートだけどダメじゃないルートだ。ふふふ。 まあ、ろくな表回しも思いつかなかった僕にはちょうどよかったのかもしれないが、はあお会いできなかったのが悲しい。それにしても。僕が考えていたのは本当にネタそれともご奉仕どっちどっちだあれ <laughs> アホになっちゃった。いや、でもこのルートが一番幸せなんだよな。あ、帰ってきた。おぉ、久しぶり。久しぶり、まんじゅう泥棒。加藤さん、早く仕事してくださいよ。 <laughs> なあ、よしイけ僕が考えてたのって、ネタそれとも講師 <laughs> どっちだと思うまだ言ってる。どっちでもいいだろ。は何言ってるんですか考えてほしいのは次回の特集記事ですよ。分かってますかあとは加藤編集長の採決だけなんです。うーん、どっちだったかな気になると仕事が手につかないんだよ。 冗談やめてください雑誌を休館させる気ですか会社がこれだけで傾きそうだもんな。一個出ないだけで。気になるんだよネタだったかなご奉仕だったかな <laughs> 一番幸せ。優しい世界のルートを見ることができたな。よし大作家が終わったぞ長かった。1から、あれまで見れば10パートぐらいやったんじゃないかな。300分ぐらいやってるよな。 よーし緑増えたぜオッケーで、実質東京は、なんだろう、緑になんないんだよね。バグ、バグカッコ仕様のせいで。で、じゃあもう千葉しかもうあれなんだよね。緑にはならないので、もうラストは近づいていますよ。そして、えーと、10人も上にある137分の132、登録してる10人もあと、えー、5人で全員が出現したってことになりますね。 時間がちょいと残ってるので、学校であった怖い噂をまた一つ進めておきますか。まあ、これもエンディングいっぱいあるしね。ただなんか、えー、なんかちゃんとした人物を集めると結構面白い新聞作れるっぽいしね。137人分のシナリオがあるっていうことだよ。これ一応ちょっとした怖い噂のとかアドバイスのシナリオもあ、シナリオだけども、137人分の、まあ、130ぐらいのかな いろいろ主人公とか抜いて、シナリオがあると思えば、相当、ここの文章量多いよなすげえわ。神ゲー。<laughs> 神ゲーなのかなで、今回何をしますするかというと、えー、っと、富澤姉妹。えー、あの、ご当地シナリオで、声が可愛いことで有名な、まあ、見た目も同じのね、えー、富澤姉妹の、えー、話を全部集めるっていう、えー、ルートなんですね。 えー、ということで、富沢姉妹、どこにいたかっ待って、えーっとー、かここいないな、えー、<laughs> もう全然覚えてない。山口にはいたはず。来た富沢、金か金かのメール。か、金か,かだって。 坂上さん、はじまして。私は富澤佳奈か。怖い話を集めていらっしゃるんですね。私でよければ一つ話して差し上げますわ。私は高校一年の頃でしたわ。あ、この人はこの子たちも高校一年の頃があったのか。その日は体育の授業で体育館で先生をみんなで待っていたんですの。そうしたら体育館の扉が風もないのにカタカタ揺れ出して、最終的には大きく左右にふ触れ始めた。怖い。 みんな、あぜんとその光景を見てましたしばらくすると揺れはみ、先生が入ってきたんですの。その先生、療養中だった古語の先生が、今しがた亡くなったことを聞かされたらしく、それで来るのが遅かったんですのね。あの揺れは亡くなった先生が、最後に私たちに会いに来てくれたのか、どうなんでしょうね。私たちの話は、私の話はこれで終わりですよ。さすがご当地、紹介しないの人ってだけあるね。もうなんとも言えないシナリオでしたな。えー、あと、 広島も、えー、いたような気がする。あった。ヒバゴンだからね。はじめまして僕は水木って言うんだよよろしくね僕の体験した怖い話いつもの、いつもの感じだな。それはある日の小学校のことでした。ガクガクブルブル <laughs>。細田みたいな顔文字やめてくれ。僕はその日水たまりをジャブジャブしながら帰ってたんだ。校庭は水たまりがいっぱいあって、僕はそれを一つずつジャブジャブしてたの。 そしたら、ある水たまりを踏んだときに、水たまりがギャーって叫んだんだ。僕びっくりしちゃったよ。あたりを見ても誰もいないし。なんだったんだろうな、あれ。もしかして生きてる水たまりを踏んじゃったとか。なんてね、おいおい。それじゃあ、新聞作り頑張ってね <laughs>。小学生の画壁新聞ぐらいの、なんかクオリティのものしか作れないぞ、このままじゃ。坂上くん大丈夫か岡山。もう、なんか。モータ神社じゃなかったっけだ、どこだっけわかんないけど。 若野。若野って言うんだ。あ、だから、かのか。ああ。えー、怖い話。えー、陰気なもん集めてんのね。私、怖いもんなんてそう、ないから、あまり話知らないけど、一個だけあるわよ。全員口調が違いますね。七つ語なのかな合宿に行った時のことよ。みんなで食堂でご飯食べてたのね。えー、ご飯、炊き込みご飯が出たの。いいね。みんな美味しいって食べたんだけど、ご飯よーく見たら炊き込んであるの。小さい文字だ。<laughs> やめろよ、そういうこと。 うわおばちゃんに文句言、文句言うとかじゃねえだろ黒蔵虫っていう虫だから食べても大丈夫なのよですっていくら大丈夫だからって虫入りご飯なんて普通出すそのおばちゃん、えー、態度に恐怖だったね。いや、お前のその話のチョイスの俺は恐怖だわ。恐ろしいな。えっ、ー、と、あ、大阪トンネルの話があったね、確か。よし、来たキリちゃん。 こんにちは。うちの名前はキリです。よろしくね。こういう話ってあんまり知らないんだよね。なんかあったかなあ、うちの高校にある話を教えてあげるよ。うちの高校の時計台ね。真夜の中の順次になるとぐるぐる時計の針が回る時があるんだよ。わー。学校の階段っぽいよ、ついに。で、そのぐるぐる回る時計をずっと見てると、違う世界に行けるって話。おとぎ話だよね、ほとんど。でも、その時計台で前に首を吊った自殺した子とかいて、その揺れが出てくるっていうのもあるんだよ。 あんま面白くなくてごめんね。別の世界に行けると自殺の関連性が全然ないんだけど。なるほどね。まあ、さすが富沢、市内、市富沢姉妹のシナリオって感じだな。月野。月野か。えー、坂上くん、はじまして。私は富沢月野と言います。怖い話を集めていらっしゃるのですね。私で良ければ、微力ですが、お手伝いできると思います。良さそう。 私の通う学校には見てはいけない窓というものがあります。その窓というのは4階の特別棟にある科学室の窓。1年生の時に4階の科学室の上の屋上から受験の医療勢の女子が飛び降りました。それからというもの、4階の科学室の窓を見ると、たまにその女子が落下するのが見えるのだ、そうです。今ではその窓は、えー、板が張られて窓からの景色が見えないようになってますが、怖っ。ああ。 みんなシンプルなんだよなぁ。<laughs> みんなシンプルなんですよ。山形とかは。ああ、ないな。どこだっけあ今6人ぐらい読んだか。だ静岡か。きた秋だ秋違う坂上くん、はじまして 私は富沢か、富沢秋って言いますす。秋って読むんだよん。<laughs> 怖い話って秋あんま知らないから、坂上くんの期待に応えられないかも。ええー、でも秋頑張るよ。<laughs> 秋の怖い話はね、学校の学食で焼きそばパンを食べたんだよ。そしたらジャリって音がしてさ、見たら小石が入ってたの。なんで焼きそばパンに小石が入ってたんだろう。いじめられてる説。超怖いよね。おかげで秋歯が欠けるところ。いや、学校の、 いや学校であった怖い話では、あるけども、いや、あるけども、<laughs> いや、学校であった怖い話、間違っては確かにいない。確かに、石入ってたら怖いな、パンに。ああ、違う。えー、っと、えー、まあ、千葉だ、千葉だ。で、これで、えー、坂上くんのターンに行けば、富沢姉妹のシナリオ、ええー、来た。集めるな。 えーっと、壁紙作る。一回登録したらいいっていいよね。情報系、恐怖系だって。情報系は見れないんだな。あ、月、木、えー、あ、月か水、木、金とかになってんだなえー、あれ足りなくない順番がバラバラなだけかなそうだね。一人、富沢、 一。二。よし、乗せよう。え三。乗せると。四。この作業結構楽しいな。なんかゲームやってる感がようやく出てきたというか。五これ最後十分な数の怖い話が集まったけど。 まだか。富沢、富沢。あれあれ足りてないこの子のメール読んでないかアド。あ、読んでないな、えー。昔、うちの学校のプールで溺れ死んだ子がいて、その幽霊が出るっていうの。夜中にバシャバシャ泳ぐ音が聞こえるんだってさ。まあ、うちにはあるのはそんぐらいかな。<laughs> こんなしょうもないメールのために。くそ。一手間を。じゃあ集めよう。きたー !7 話分揃ったぞ。これで決定して本当にいいだろうか。う富沢姉妹のシナリオのクオリティの低さ半端なかったからな。普通の評価だった。あいや、でもなんか違うなこれ。なんだあのなんか。それにしても僕は一つ気になることがあった。 富沢という名前が偶然だけど7人も集まるなんて面白いな。そうなのだ。今回の壁新聞、偶然にも同じ名字の7人、名字が7人も集まったのだ。面白い偶然もあるもんだと思いながら、夕暮れの皇帝をただ一人歩く。んあれなんだ気がつくと、校門に仁王立ちしたナースの影が見えるまさか。見るからに、ね、怪しい。けれど、あそこを通らなくては家に帰れない。 僕はを消して7つの影に近づいていったついにこの姉妹の秘密でも分かんのか徐々に肛門が近づいてくるなるべく影の人物たちと顔を合わせないようにうつむきながらその影の横を取り過ぎようとした坂上くーんうわっ突然後ろから抱きつかれたな何事だ急いで振り向くとツインテルの少女が嬉しそうに僕に抱きついてきたあ坂上くん会いたかったよ ど、どちら様で女の子にこんな風に抱きつかれたのは初めてで、思わず声が裏返る。少女は抱きついたままくすくす笑うと、僕を正面に向き直させこう言った。え秋だよ、富沢秋。え、富沢って、メールのと言おうとしたしたところで、後ろからぐいっと引っ張られた。まさかギャルゲー展開秋ちゃんばっかずるいよ。僕も自己紹介したい。お、同じ顔 振り返ると、そこには先ほどと同じ顔があった。違うところといえば、髪型と服装ぐらいだろうか。どういうことだ二人は双子なのかはじめまして、僕は、富沢瑞木。よろしくね。ははははいやっそう来た。こら、瑞木やめなさい。坂上くんが困っています。声の下方をまた見る。ま、また同じ顔だ。な、なんなんだ。僕は幻覚を見てるのかこんな下、している僕をよそに、同じ顔の少女が、は、話し出した。 坂上くん、はじまして。私は、富澤月野と言います。皆さんも自己紹介してください。じ <laughs> しゃないわね。私は富澤かの。よろしく。改めまして、水木です。よろしくね。うちは、霧だよ。よろしく。あ、でも背の高さ違う感ある。私は富澤えー、金華。よろしくお願いいたしますわ。あ、どっちだよ。ア <laughs> ド、ちゃんと自己紹介してください。 はーい、富沢アドです。よろしく。はいはい、待ってました。富沢アキです。アキちゃんって呼んでね。うわぁ。突然訳もわからないまま自己紹介されたあげる同じ顔が7つ並んでいる状態を、僕はまるで他人事のように見ていた。ははは。なんだろう。あの、7つご、7つごと恋をするギャルゲーが今始まるなら、坂上くんの。 なんなんだこの状況は。突然のことで頭がうまく回らない。つまり七つ子ということか。大好き七つ子。今年の夏の連続ドラマは決まったな。そんなバカな。傍然とする僕よそに少女たちは僕に構わず話を進める。坂上くん、私たちを集めてくれてありがとう。うちらの話を選ぶなんて坂上くん見どこあるよ。これはも文明です。お前らの話やばいもうクオリティの低さと短さが半端なかったぞ。 だから僕たち君を弟にすることに決めました。7人の姉。説明とかいちいちめんどくさいの。いいからさっさと来る。え僕の溝打ち、強力な一撃を浴びせた。一瞬意識が遠くなる。あら、カノさんったら野蛮ですこと。うっさいね。手っ取り早くていいでしょまさかの。息もできないまま、その場にうずくまった。 僕を見ながらストレートの髪の少女が言った。それでは坂上くん行きましょう。家に監禁されんのかい行くってど、どこへうるさいうおーかのちゃんはあれだななんか、すげぇ画殺で暴力的だなどこ連れてかれんのうわあ試験官。 えあ、アンドロイド的な話、ロボットなのかな鈍い痛みを感じて目が覚めた。ゆっくりとまぶたを開く。すると、僕の周りを七つ子が取り囲んでいた。みんな一様に嬉しそうに僕を見つめている。異様な光景だ。本能的に危険を感じて体を動かそうとしたが、まるで力が入らない。一体どうなってるんだこ、ここは、気がつきました。ここは私たちが作られた場所です。かろうじて動く頭で、 あたりの様子を伺ってみる。ビーカーなどの科学実験を使う道具が見えた。なんだあれはよく見ると、長女たちの向こう側に筒状の水槽がいくつか並んでいるのが見える。その中のものを見て僕は驚愕した。か、顔が可愛らしいでしょこの子、新しく作られた子ですのよ。ゴリラと駆け、うわあそこの地下かよ、これ。亀とか、僕が見たもの。えー、それは、 えー、顔が異様に毛深くゴリラのような顔をした人間が、まるでタイーが眠ってるかのような格好で、えー、薄緑色の液体の中にぷかぷかと浮いていた鶴と、それだけじゃない。他の水槽にもわけのわからないこの絵の生物とは思えないものが浮かんでいる。えー、ここは一体何なんだキメラアントだ。あ、鶴ちゃん、カメちゃん、出たーそっか、鶴の方、えー、声の方に目をやると、妙な格好をした二人の音が立っていた。 うわぁ。厳しいな。おやおや、七つ子ちゃんたち。楽しそうですね、ひーひーねえねえ、つるちゃん、今度は成功するかな前みたいに失敗してブクブクのお玉じゃくしみたいになったら嫌だよ。可愛くないもん。今度のは生きがいいですからね。多分成功するでしょう、ひーひひこいつらに作られたんだ、こいつは富沢姉妹って。一体何の会話してるんだろう意味がわからない。いや、わかりたくない。 秋、坂上くんの頭もーらい。ダメです、秋。それぞれの自分の元となったパーツと同じ部分を弟にしましょう。あなたは右手です。ええ。成功すればみんなが一人ずつ坂上くんを弟にできるのだし、失敗すれば誰も手に入れられないんですから、全員条件は一緒です。七等分にするってことが一人の、坂上くんを。で、七人を作り出すみたいな。それで富沢さんもそうだったってことかな。チェ、まあいいか。坂上くんそういうわけだからよろしくね。 今度は成功すると思うんだよね。痛いのは最初だけだから少し我慢してよ。そしたら弟としていっぱい可愛がってあげるからね、坂上くん。そう言うと、彼女は僕の右手を掴んだ。それを合図に僕、えー、他の少女たちも自分の思い思いの場所を掴む。引きちぎんのか。坂上くんでしたっけ今の君は消えちゃいますが、えー、新しいあなたは7人もいますから。楽しいですよ、未知の世界。さあ、それじゃあ皆さん、景気よく行っちゃいますか。 せーのうわーうわーうわー,うわー、なんか、結構意外な秘密が隠されてたな。ここまで48をやり込んでないとわかんなかった真実ってやつだな。うわーそりゃ経力いっぱいもらえるわ。おーすげーなんか、 やったかいがあるというか、ああ、こんな秘密あったんだなーって感じですね。ということで、えー、皆様ご視聴ありがとうございました。えー、まあ山梨の大サッカーを完全クリアして緑になりまして、千葉も一つ見ることができましたね。えー、次回はちょっと東京のシナリオをもうちょっと進めていきたいと思います。